村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は久しぶりの画面下に、映像付きで、ちょっと喋っております。何の意図もございませんが、先日から発表してます、ひまわりの新曲なんですけれども、ずっとモバイルで基本的には制作をしたんですが、ここに来て最終段階になってきましたので、パソコンに、メールで転送してですね、キューベーシスから、スタジオ1パソコン版にですね、来て、そして各それぞれの音をですね、僕の持つ最高の音源に、切り替えて、いきました。まずは例えばフルートはこのサンプルタンクっていう音源のフルートのバージョンでですね、こんな感じに、鳴らしてます。その他ですね、ちょっとエレピですね、エレピはこんな感じです。で、エレピはですね、200A という有名なですね、電子ピアノ、これに置き換えました。あと工夫した点はですね、ギター周辺ですね、ギターは、アコースティックギターには、リアルギターというギターに置き換えて、そしてそれを2本にしまして LR 左と右に、振りました。もう1本はですね、ここに今出しましたように、12弦ギター、テイラーの12弦ギターに、変更してですね、ちょっと今作ってみています。そしてこの音を、じゃあギターの音をですね、でもう一本がですね、エレキギターですね、エレキギターで、ストラトモデルのエレキギターに変えて3つにしています。どんな感じかちょっと聞いてみてください。パンは先ほど言いましたように右と左にこんな感じに振ってますね。こっからエレキが入ります。こんな感じで、エレキ、そして次はですね、メインのグランドピアノは、はい、これもイージーキーのモデルですから、これはですね、どこのかな、忘れた、D モデルですね、思い出したら
喋ります。まあ年いったらねすぐ忘れてしまいますが、それで、音はこんな感じです。そして、ベースですけれども、ベースは、IK マルチメディアのモッドベースですね。モッドベースで、はい、プレジジョンベースで、やってます。まあアンプでですね、少し、アンプの音と DI の音を混ぜたような音にしています。あんまり EQ は触ってませんが、アンプはソリッドステートモデルです。こういうふうにしまして、ベースの音はこんな感じです。本当にベースの音はいいですよね。フィジカルモデリングという技術を使ってですね、これは、まあ、ある意味シンセサイダーですね。生音じゃないのに生音のような素晴らしい音がします。そして、ドラムは、これもまた言いにくいね、アディティクティブドラムス、ですが、あえてこうミディで持ってきた時はですね、スタンダードミディファイルの、ドラムキットが来ますので、若干音色が違ったんですが、違ったのをある程度活かしながら、モバイルのキューベーシスの時とは少し違った音をあえて使ってみました。生々しめの音ですね。そんな感じです。そして、こうやってですね、音源を変えて、最後は今までボーカルをですね、サックスの音でしてたんですが、これをですね、人間の声のようなあーって感じで、してちょっとイメージを作りやすくしました。ということで、一応ですね、OK を一通り完成ということで、一度ちょっと聞いていただきましょう。
こんな感じに仕上がってきています。エレキギターの方にはですね、今出しましたように、ポール・スミスのですね、この何ですか、アンプを使ってですね、で、アンプを通さなかったら、少し迫力に欠けますよね。いい音鳴りますね。ということで、こんな感じに、モバイルのキューベーシスから、メールを通じてですね、パソコンに送って、再編集するということで、今ですね、キューベーシスからキューベース、パソコン版ですね、映すためのソフトがまだちょっとメーカー側が完成してないということなので、キューベースで編集しようかと思ったんですが、MIDI であればですね、慣れてるスタジオワンに持ってきて、音を作ってみました。ということで、あとは歌詞を考えて、いくということになっております。今日はモバイルからパソコンへの変換というのを見ていただきました。村長でした。今日は久しぶりに、バイバイができました。